どうも皆様こんにちは、マックス鈴木でございます。私は本日、東京都新宿区にございます高田馬場うま辛ラーメン表裏高田馬場店に来ております。で本日やる内容なんですが、表裏は、通常のオリジナルメニューだけではなく限定メニューというのもやっておりまして、まあ、季節ごとに変わるんですけれど、その季節ごとに変わるメニューで、表裏ブラック、あとうま辛魚、そして味噌そばっていう3種類あるんですけども、これがなんと通販でやられることが決まったということで、このタイミングでですね、じゃあ何かやりたいなと思ったので、今回はですよ、1杯おおよそ2キロのそれぞれの限定を制限時間45分以内に食べきれるのかっていうチャレンジやりたいと思います。でこれポイントはおおよそ2キロなんですよ。で店長、社長さん、ゆうたさんもいらっしゃるんですけど、おおよそって言ってたんで、上振れるのか下振れるのかそもそもわからないっていう、そもそもいつも出してる量じゃない器で来るんで、2キロ弱だったらまあかなりイージーになってしまうんですが、2キロ強もしくは3キロないぐらいだったら相当ハードになると思うんで、そちらも込みでお楽しみいただければと思います。そんな感じで本日は、3種のデカ盛り制限時間45分、ラーメントライアスロンアタックスタート。最近噛み切ったことに対して のコメントは非常に好意的なコメントを多くいただきまして本当ありがとうございます。おじさんなんですけどねすいません、ありがとうございます。はい、ということでもろもろの準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。まずこちらが1杯目の表裏ブラックということでございます。総重量はどれぐらいあるのか分かりませんが、麺は4玉という感じで、はい、4人前な感じでございます。すみません、それでは始めさせていただきます。すみません、いただきます。よーい、スタート。いただきます。1杯15分めっちゃうめ、うん、まっ。眉が生きてる豚骨ラーメンだ。油も超うめ。
マジでうまいな。お疲れ様です。あっざっす。全然です、全然です、全然です。よっしゃー、今運んでますからね、次のね。これが、うま辛魚。うま辛魚だ。やべ。ちょっと苦しくなってきた。このうま辛魚は麺何束なんですか？4束。はい、僕初めて食べますこれ。辛い。あっちマジで。あ、これレンゲいいのか。いただきます。バカうめえ。なるほど。調理と魚介がタッグになったわけですね。これめちゃくちゃ深いですね。人気ですか。
表裏のこの豚骨と魚介とこの辛みがこんな感じになるんですね。あ、これうまいわ。調理のいつもの麺と違う。またこれはちょっと平打ちの中太のパツってる感じ。
ございます。気のせいだと思うんですけど、いろいろトレーニングした時のことがフラッシュバックして、なんかあの悟空とかピッコロがのなんか重さつけてやってるじゃないですか、あの感覚にすごいなります。表裏ってそう、なんか謎の圧力があるんですよ。なんかマジで本当いつも思いますそれやってて。めちゃくちゃスープある。うめ
失礼します。あざす。これは何ですか。そばです。そばあざす。またひき肉。もうひき肉やだ、もう辛いひき肉。やだひき肉も。うまい。
生姜が効いてる。うまい。マイルド系味噌。やばいっす。
皆さんすみません、これさっきくしゃみしちゃった手でちょっと触っちゃったんで後で洗っといてください。あ、すみません、ごめんなさい。
ごちそうさま。あざっす。いやこれやばい、量は結構やばかったっす。でも水も飲みかなり飲んでるのあると思うんですけど、あとあのファイター的な面だと、あのウオカラウオでしたっけ、はい、あれのちょっとゲップするときあれの辛みが出てきちゃって、あ辛いまあでも最初の表裏ブラックも真ん中のウマカラウオもこのウソそばもどれもおいしかったです。僕個人的には表裏ブラックが一番タイプかな。そんな感じでございました。すみません、ありがとうございました。Don't really care what you think.